どうも、旧姓がまず大社社とトカチあ、来た生ハゲだろというわけでですね、今回まずラジオ都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関を呼んでおります。うわっどうもよろしくお願いします。なぁどうもミスター関、俺のばあちゃん、青森どうでもいい話今回の都市伝説はロシアがぶち上げたエトロフ島旅客便の開通。このまま行くと北海道はロシアに占領されてしまうかもしれないよね。というわけでですね、今回そのロシア侵攻について触れていきたいと思います。2023年11月20日、ロシアのウラジオストクと北方領土エトロフ島のシャナを結ぶ旅客便の運航を12月6日から始めると発表して航空券の販売を開始したのです。支援します。ハズレ航空だこれまで北方領土への航空便はサハリン州からなかったけども、今回新たにロシア本土からの定期便が開設されることになるので、おお、じゃあ関さん、エトロフ島経由でロシアへのロケができるっていうことですね。本当ですね。うわー、久しぶりだよねロシア。うわー、行ったことあんのかそしてプーチン政権は北方領土を含む極東の開発を重視しており、旅客便の近年増加するロシア人観光客向けと見られており、北方領土を自国領として既成事実化を図り実効支配を強める狙いがあるのではと考えられるのよ。そしてロシアとの北方四島をめぐる領土問題が始まったのは1945年8月8日、アメリカ軍によって広島に原爆を落とされ日本軍が壊滅的状況に追い込まれたこのタイミングで、ソ連は当時締結していた日ソ中立条約を一時的に放棄し、ソ連は日本に対し宣戦布告、翌日の8月9日に侵攻を開始したのね。この日は長崎に原爆が落とされた日でもあるのよ。日本はその5日後にポツダム宣言を受諾し戦争に降伏したけども、ソ連は日本への侵攻を続け、8月28日から9月5日にかけて北方四島に上陸し占領したのよ。そしてソ連が崩壊しロシアとなった今も実効支配が続いてるの。シコタン島でシコリテーだ感性豊かだなそしてこの旅客便はなんとロシア軍兵士ワグネルなどの民間軍事会社の傭兵を観光客と見せかけて輸送するためのものであるとも噂されてるのよ。ロシアは北海道併合に向けてすでに動き出しているので、そして江戸幕府はロシアの脅威に応じて蝦夷地や樺太、千島を松前藩統治と幕府直轄統治で我が領土として防衛し交渉してきたと。え、ロシアが北方領土を攻めてくるぞってね、はい、恐怖を煽る人っていうのもいるけど、はいはい、もう攻められてんだよ。あ、なるほどね。あそこもう路人しかいねえんだよ。路人でいいかそして江戸幕府が懸命に守ってきた蝦夷地、樺太、千島のうち、すでに樺太、千島が奪われ、残る蝦夷地もアイヌのものを理由に奪われる恐れが指摘されてるのね。そしてプーチン大統領は2018年12月モスクワで開かれた人権評議会でアイヌをロシアの先住民族に認定する考えを示しており、これは日本の国会決議アイヌ先住民族決議を逆手に取った動きとみられ警戒すべきなのよ。そしてロシアは2022年2月ロシア系住民の保護などを口実にウクライナに軍事侵攻しており、プーチンの発言はロシアの北海道侵攻に利用されかねないよね。そしてロシアのオンラインメディアレグナム通信は同じ年の4月セルゲイ・ミロノフ下院副議長の一部の専門家によると、ロシアは北海道に全ての権利を有しているとの発言を報じてるのよ。もう東北まで行っちゃう売国の顔そしてロシアが差別されているロシアの先住民族アイヌを救うと北海道を侵略してきても反論すらできないのよ。北海道がロシアに占領されてしまう日はそんなに遠くないのかもしれないのよ。関さんがね、最も警戒してるのが、あの北海道日本ハムファイターズが全部ロシア語になってしまうみたいになってしまう。プーチン監督かそしてロシア領土となってしまった場合、ロシアを敵対国としている世界の国々の標的となってしまうことは間違いないよね。北海道を皮切りに日本全土へ攻撃を仕掛けられて戦争に巻き込まれてしまう可能性も今後なくはない。そのため第二次世界大戦から続く北方領土問題はすぐにでも解決しなければならないけども、絶対に帰ってこないと考えられるのよ。なぜなら日本はロマノフ朝時代の膨大な金をロシア帝国から奪い取ってるからなので。返しなさいロシア側かよYouTube では話せない公害技術の都市伝説始まりました。メディアが報じない滅びに向かう日本、日本は間もなく滅びる、我々の国日本はですね、というね、ものに未だに支配されてますが、その裏で起きてる国に誰も目を向けておりません。あらゆる制限を未だにしている日本、これって正常なんですかっていうことなんですよ。皆さん騙されております。でもこれを知った上でじゃあどうするかって話なんですよ。いやいや、もう政治じゃ変わんねえんだって、陰謀論の中にも真実だったものってあるじゃん。ありますね。最近だと本当に統一教会、あとはオウム真理教とかも。
考えんな感じろかな。